ミズーリはアメリカ海軍の戦艦、アイオワ級戦艦の3番艦、艦名はアメリカ合衆国24番目の州にちなむ、その名を持つ艦としては4隻目。当時の副大統領であるハリー・エストルーマンの出身のミズーリ州にちなんでミズーリが選定された。艦艦上が太平洋戦争での日本の幸福文書、調印式場となった。1999年からは、 ハワイ州、パールハーバーで記念館として保存されている。1944年8月、ノーフォーク海軍基地におけるミズーリと、アラスカ級大型巡洋艦アラスカ、マイティモーあるいは、ビッグモーの愛称で呼ばれたミズーリは1940年6月12日に建造発注され、ブルック人のニューヨーク海軍交渉1941年1月6日に寄港。 1944年1月29日にメアリー・マーガレット・トルマンによって命名、浸水した。1944年6月11日にアメリカ海軍最後の戦艦として初代艦長 WM キャラハン大佐の指揮下襲撃した。ニューヨーク沖での完熟訓練及びチェサピーク湾での戦闘訓練の後、ノーホークを11月11日に出港。 パナマ運河を11月18日に通過し、サンフランシスコで艦隊機関としての最終調整を行った。収益直後は灰色2色に黒を交えた運慶明細が施されていた。サンフランシスコを12月14日に出港し、12月24日に真珠湾に到着した。1945年1月2日にハワイを出発し1月13日に、 うるしい白地に到着。そこで、マーク・ミッチャー海軍中将を率いる第58任務部隊臨時司令部に任ぜられた。1月27日に、歴ントン任務グループの護衛任務に出発。2月16日に、空母部隊は1942年4月18日の同リットル空襲以来の日本本土空襲を行った。その後、空母部隊と共に伊王島に向かい、 2月19日の上陸作戦に対して支援官報射撃を実施した。第58任務部隊は3月5日にウルシー白地に帰還し、ヨークタウン空母任務グループへ配属された。3月14日にウルシー白地を出港、部隊は日本本土に向かった。3月18日に開始した瀬戸内海沿岸に対する攻撃で4機の日本軍機を撃墜した。 瀬戸内海及び本州南西部の飛行場、海軍基地に対する攻撃は継続された。日本軍の反撃により3月19日にフランクリンが2発の爆弾を被弾し大きな損害を受け、フランクリンは14ノットの速度で10に洋艦ピッツバーグに牽引された。本艦を含む空母機動部隊はフランクリンの護衛を3月22日のうるしい白地。 到着まで行った。その後、沖縄攻略前の艦砲射撃のため再び日本に向かった。3月24日、第58任務部隊とともに沖縄南東部海岸に対して砲撃を行った。海兵隊と陸軍部隊が4月1日の朝に上陸を、決行すると再び空母護衛部隊と合流した。空母艦載機部隊は4月7日に、 戦艦ヤマトを撃沈し、三隻の駆逐艦を大きく破壊、四隻の駆逐艦が長崎の佐世保へ交代した。4月11日午後、特攻機一機が低空飛行で右玄艦板に突入した。突入機の右翼は第三副方向上にぶつかり、燃料に引火した。表面に軽微な損傷を受けたが、速やかに沈下した。この攻撃の後は、 現在も船体に残っている。突入機の操縦員の遺体の一部が 40mm 基銃座から回収され、ミズーリのウィリアム・キャラハン艦長は、この操縦員を名誉を持って、自らの任務を全うしたとして、海軍式の水槽で弔うことを決定した。乗組員からは反対もあったが、艦長の命により翌日水槽が取り行われた。この操縦員の管制名は長らく不詳であったが、 水売り記念館の調査の結果、カノヤ航空基地を出撃した第五県務隊の医師の、節王に等兵装機であったと判明した。艦上で行われた葬儀は、この一回のみであった。水売りへの特攻機の突入4月17日23時5分ごろ、艦隊から 19km の水域に、敵潜水艦を発見する。その方により、空母バターン及び4隻の駆逐艦による、 対潜水艦攻撃が行われ、部隊は、囲碁第56潜水艦を撃沈した。5月5日に、沖縄沖で、空母機動部隊から離れうるしい白地へ向かった。沖縄戦で5機の敵機を撃墜、6機の破壊を支援し、空母機動部隊に対する敵の12回に及ぶ昼間、攻撃と4回の夜間攻撃を撃退した。その手法による砲撃で、 いくつかの沿岸放題、多くの軍事施設、艦長及び産業施設を破壊した。1945年7月、補給艦タッパハノックから、洋上補給を受けるミズーリと、エセックス急行空母艦房のムリシャール5月9日に、ウルシー白地に到着し、18日に、グアムのアプラ港に到着した。同日午後、第三艦隊司令長官、ウィリアム・ハルゼ海軍大将は、 提督機を形容し、ミズーリも艦隊機関となった。5月21日に出航し、5月27日には、再び沖縄近海で艦砲射撃を行った。ミズーリは第3艦隊を率いて6月2日、3日の両日に渡り、九州南部の飛行場に対して攻撃を実施した。6月5日、6日は嵐を避けて出航し、 いくつかの固定器具が破損したものの大きな損害は受けなかった。艦隊は6月8日に再び九州を攻撃し、その後レーテ島に向かった。レーテ島のサンペドロ湾には6月13日到着した。ミズーリは第3艦隊を率いて日本本土に対する攻撃の準備を行った。艦隊は7月8日に日本本土に接近し、10日に東京を攻撃した。 その後7月13日から15日にかけて北海道室蘭市の製鉄所を砲撃した。これは日本本土に対する最初の大規模な砲撃であった。7月15日午前9時35分頃砲撃は始まり、およそ800発の砲弾が撃ち込まれた。この砲撃で日本製工所室蘭製工所、日本製鉄は西製鉄所が破壊され、多数の死傷者が出た。 室蘭八万宮にはこの艦砲射撃による犠牲者の慰霊碑が混流されている。7月17日、18日には茨城県日立市及び勝田町の工業地帯を砲撃した。その後7月25日まで関西域による空襲が継続され空母の護衛任務に就いた。7月末にはもはや燃料が底をついた日本軍に正解権はほとんどなく、 アメリカ艦隊を中心とした連合国軍の艦艇は日本近海で自由な活動を行った。北海道及び本州北部への攻撃は長崎原爆投下日である8月9日に再開された。翌日の20時54分、本艦上院は非公式ニュースとして天皇の身分が保証されるならば日本は降伏する準備ができていたという知らせを聞き、 衝撃を覚えていた。8月15日の7時45分、トルーマン大統領は日本のポツダム宣言受託を発表した。1945年8月20日、ミズーリとアイオア調印する、チェスターニミッツ海軍元水日本側全県代表、ダンミズーリ艦上における、幸福文書調印式イギリス海軍太平洋艦隊司令官、 ブルース・フレイザー海軍大将は8月16日に上官し、春勢に大英帝国勲章を授与した。8月21日に東京に上陸する占領部隊のため200名の士官及び兵士をアイオアに移乗させた。その後8月29日に降伏庁員式準備のため東京湾に入った。大日本帝国政府及び大日本帝国陸軍。 大日本帝国海軍の降伏文書調印式は9月2日に東京湾に停泊中の本館甲板上で行われアメリカ合衆国イギリスフランスオランダ中華民国カナダソビエト連邦オーストラリアニュージーランドが調印して日本の降伏を受け入れたすべての連合国軍交換がミズーリに上艦したチェスターニミッツ海軍元帥は8時直後に上艦した 連合軍最高司令官ダグラス・マッカーサー陸軍元帥は8時43分に上艦し、日本側全県代表団は8時56分に到着した。アメリカ海軍では上艦している最先任の海軍将官の正気のみをメインマストに掲げると規定されているが、幸福調印式ではマッカーサーの要求で例外的に海軍元帥の正気だけでなく、 陸軍元帥の正気も掲げられた。日本側代表団は、大日本帝国政府全県外務大臣、重光葵、大本営全県参謀総長、梅津吉次郎陸軍大将、随員は、終戦連絡中央事務局長官、岡崎勝夫、参謀本部第一部長、宮崎周一陸軍中将、軍令部第一部長、富岡貞俊海軍少将,将、 大本営陸軍部参謀、長井発次陸軍少将、海軍省出資、横山一郎海軍少将、大本営海軍部参謀、柴勝尾海軍大佐、大本営陸軍部参謀、杉田和嗣陸軍大佐、内閣情報局第三部長、加瀬主一、終戦連絡中央事務局第三部長、大田三郎であった。日本が全県代表団のうち陸海軍人たちは、 ミズーリへ向かう戦場で、自ら軍刀を外していた。9時2分に、マッカーサー元帥がマイクの前に進み、幸福調印式は23分間にわたって、世界中に放送された。式中乾板は2枚の正常期で飾られた。1枚は、真珠湾攻撃時にホワイトハウスに飾られていたもの。 もう一枚は1853年の黒船来航で、東京湾に現れたマシューペリーの艦隊が掲げていた、ものである。マッカーサー元帥は5本のペンを取り出して、交代で文書に調印し、これヒドール島で自分に代わって、極東陸軍の指揮を取るも降伏した、ジョナサン・ウェインライト陸軍中将、シンガポールで降伏したアーサー・パーシバル陸軍中将、ウェストポイントのアメリカ陸軍士官学校、 アナポリスの海軍兵学校にそれぞれ一本ずつ送り、一本は妻のジェーンに残したという話は有名である。なお、9時25分の調印式終了とともに、アメリカ海軍機の編隊と陸軍航空軍の B-29 爆撃機が祝賀飛行を行ったが、その時簡板ではカナダ代表が署名する欄を間違えたことによる4カ国代表の署名欄にズレが見つかり、 正式文書として通用しないとして、幸福文書の訂正がなされていた。具体的には、連合国用と日本用の二通の文書のうち、日本用文書に、カナダ代表のエルコスグレーブ大佐が署名する際、自国の署名欄ではなく一段飛ばした、フランス代表団の欄に署名した。しかし、次の代表であるフランスのフィリップ・ルクレール大将は、これに気づかずオランダ代表の欄に、署名。 続くオランダのコンラート・ヘルフリッヒ大将は間違いには気づいたものの、マッカーサー・ゲンスイの指示に従いしぶしぶ、ニュージーランド代表の乱に署名した。最後の署名となるニュージーランドのレナード・イシット・少々もアメリカ側の指示に従い乱外に署名することとなり、結果的にカナダ代表の乱が空乱となった。その後、マッカーサー・元帥の超印式終了宣言が行われ、 各国代表は祝賀会のために選出に移動したが、オランダ代表のヘルフリッヒ大将はその場に残り、日本側代表団の岡崎克夫に署名の間違いを指摘した。岡崎が困惑する中、マッカーサー元帥の参謀長、リチャード・サザーランド中将は、日本側に幸福文書をこのまま受け入れるよう説得したが、不備な文書では、枢密院の条約審議を通らないとしげがこれを、 拒否したため、岡崎は、サザーランド中将に、各国代表の署名し直しを求めた。しかし、各国代表はすでに祝賀会の最中だとして、これを拒否。結局、マッカーサー元水の代理として、サザーランド中将が間違った4カ国の署名欄を、訂正することとなった。日本側代表団はこれを受け入れ、9時30分に、退官した。9月5日の午後、 ハルゼー提督は機関をサウスダコタに移し、翌日早朝東京湾を出港した。途中グアム島で乗客を乗せ、続いて随行艦なしでハワイの真珠湾に9月20日到着した。9月28日の午後には、ニミッツ提督の提督機を掲揚した。超意式の撮影は、海兵隊の従軍写真家だったデビッド・ダグラス・ダンカンが行った。 1945年10月、パナマ運河を通過中のミズーリ1950年1月、座礁したミズーリ翌日新珠湾を出発し、パナマ運河を通過して、アメリカ東海岸に向かった。1945年10月23日に、ニューヨークに到着し、大西洋艦隊司令官、ジョナス・イングラム提督の旗を掲揚した。4日後、 海軍記念日式典でトルーマン大統領が上官し21発の霊砲を発射した。ニューヨーク海軍交渉でのオーバーホール及びキューバへの訓練公開後ニューヨークへ戻った。1946年3月21日の午後中米トルコ大使メフメトムニールアーテガンの遺体を上官させトルコへ搬送した。三月十二日に ジブラルタルに向けて出港し4月5日にボスポラス海峡に停泊した。全体史の葬儀の間に19発の霊砲を発射した。イスタンブールを4月9日に出発し、ギリシャ、ピレウスのファレロン湾に入港した。翌日ギリシャの政府交換及び市民による盛大な歓迎がなされた。当時はソ連と共産主義の脅威が地中海の各地域に影響を及ぼし、 ギリシャでは内戦が勃発していた。地中海東部への航海はギリシャとトルコを勇気づけ、ニュースメディアは両国の独立維持に対するアメリカが衆国のシンボルであると報じた。ピレウスを4月26日に出港し、アルジェおよびタンジールに寄港、ノーフォークには5月9日に到着した。5月12日にクレブラ島に向けて出港し、 ミッチャー提督率いる第8艦隊に加わり、戦後初の大西洋艦隊の大規模演習に参加した。演習が終了すると5月27日にニューヨークに帰還。翌年はデイビス海峡からカリブ海まで大西洋における様々な演習に参加した。1947年8月30日に、 阪急平和安全維持アメリカ大陸間会議のため、リオデジャネイロに到着した。トルーマン大統領は、米州相互援助条約の署名簿を祝って9月2日に、上官した。同条約は超陰国に対する攻撃を、すべての条約国に対する攻撃とみなすもので、問題主義の拡張と考えられた。トルーマン一家は、本で1947年9月7日帰国し、 ノーフォークに9月19日到着した。その後ニューヨークで9月23日から1948年3月10日までオーバーホールが行われた。オーバーホール後はグアンタナモアンで訓練を行い、夏には海軍兵学校生と予備役兵の訓練公開を集中的に行った。11月1日にノーフォークを出港。 デイビス海峡を通り北極海で寒冷地訓練を行った。続く2年間はニューイングランドからカリブ海沖での演習に参加し、夏は海軍兵学校生の訓練巡行を行った。その後1949年9月23日から1950年1月17日までノーフォーク海軍造船所でオーバーホールを実施した。 アメリカ海軍で唯一現役任務にあった本館は、ハンプトンローズを1月17日の朝出港し、訓練水域に向かっていた。オールドポイントコンフォートの近くで座礁した。喫水船から7フィートの高さに乗り上げるが、タグボートやフロートの援助で2月1日に、再び航行可能となる。艦は、修理を受けたが、海軍は、ミズーリ大駅の準備を始めた。 トルーマン大統領が退役を知ったのはその直前であった。ミズーリ州出身のトルーマンは自らが大統領の座にある限り現役任務に置くように大統領命令を発した。皮肉にもこの命令を海軍は支持した。朝鮮半島沖で砲撃を行うミズーリ1950年に北朝鮮軍が韓国に侵入、朝鮮戦争が勃発する。 アメリカ合衆国は国連の名のもとに戦争に介入、韓国軍支援のため朝鮮半島に軍を派遣する。大西洋艦隊から朝鮮半島の国連軍を支援するため8月19日にノーホークを出港した。1950年9月14日に九州西部で国連軍に合流、A.E. スミス少将の帰還となる。翌9月15日、マッカーサー元帥は、 朝鮮戦争で最も有名な戦いといえるニガは上陸作戦を行った。ミズーリは韓国水域に到着した最初のアメリカ軍戦艦として9月15日に三直を砲撃、ニガ上陸を支援した。従順洋艦ヘレナと2隻の駆逐艦と共に砲撃を行い、第8軍の攻撃を支援した。これは第二次大戦以来初の砲撃であった。 9月19日に、新川に到着。10月10日には、第5巡洋艦部隊指揮官の J.M. ヒギンズ少将が、上官指揮官となった。10月14日には、佐世保に到着、第7艦隊指揮官 AD ストラブル少将の機関となる。新川上陸により、国連軍は、北朝鮮軍の補給路を切断し、結果北朝鮮軍は北へ退却し、 国連軍が追撃することになった。それまで国連軍は北朝鮮軍部隊だけを攻撃してきたが中国への進攻に関して国連軍司令官の間で論争が生じた。戦線が中国国境に接近したとともに中国は北朝鮮軍の退却を緊密に監視していた。中国は自国の防衛に関していくつかの警告をすでに発していたが 北朝鮮軍が国連軍を撃退できないことが明白になった時点で行動を開始した。1950年10月19日に法徳会率いる約38万人の中国人民志願軍の兵士たちが国境を越え国連軍への全面攻撃を開始した。国連軍は突然の中国軍の出現に驚き急遽退却することとなる。国連部隊は この撤退を偽装するため再編成を行った。この艦空母バリー工事の韓国沖での護衛任務の後10月12日から26日まで気を及および橋側に対する砲撃任務に従事し元山で再び空母護衛任務に就いた。その後ミズーリは12月23日に港南方面に移動し国連軍の退却支援を行った。最後の部隊である アメリカ陸軍第3不標次第が海岸に到達した24日までミズーリは港南に対して砲撃を続けた。1951年3月19日まで空母部隊との作戦と朝鮮半島東海岸沖での艦砲射撃を続けた。3月24日に横須賀に到着し4日後に極東での任務を解除される。 横須賀を3月28日に出港し4月27日にノーフォークに到着すると大西洋艦隊巡航部隊司令官ジェームズ・エル、ホロウェイ・ジュニア少将の帰還となった。1951年夏に海軍兵が構成を上官させ北ヨーロッパへの訓練公開を二度行った。ミズーリは10月18日にオーバーホールのためノーフォーク海軍造船所に入り、 1952年1月30日まで作業は続けられた。冬から春にかけてのグアンタナム湾での訓練に続いてニューヨークを訪れた後ノーフォークから再び海軍兵学校生を上官させ6月9日に出航した。ノーフォークへは8月4日に帰還し朝鮮半島水域に展開する準備のため再びノーフォーク海軍造船所に入った。 1952年9月11日にハンプトンローズを出港し、横須賀には10月17日に到着した。10月19日に第7艦隊司令官、ジョーゼフ・ジェイ・クラーク中将の帰還となった。本艦の任務は1952年10月25日から1953年1月2日まで、清津、元山、観光、港南といった各都市に艦砲射撃を加え、 地上軍支援を行うことであった。1953年1月5日に、新川を出港すると、佐世保に向かった。1月23日に、国連軍総司令官マーク・ W ・クラーク将軍と、イギリス海軍極東艦隊司令官が、ラッセル提督が艦を訪れた。翌週地上軍支援のための、朝鮮半島東海岸に沿った、コブラパトロールを再開した。元山、 橋川、江南、倉底に対して繰り返し行った砲撃で東部海岸に沿った主な供給路を破壊した。最後の砲撃任務は3月25日の倉底に対するものであった。3月26日、佐世保での作業中にワーナー・アール・エドサル艦長が心臓発作で休止した。4月6日に第7艦隊機関任務をニュージャージーと交代した。 1981年7月、予備役編入中のミズーリとニュージャージー、横須賀を4月7日に出港し、ノーフォークに5月4日到着した。5月14日に、大西洋艦隊戦艦巡洋艦部隊指揮官、ET ウール理事少将の帰艦となった。6月8日に、海軍兵学校生の訓練巡航に出港、ノーフォークに8月4日帰艦した。 その後ノーフォーク海軍造船所で11月20日から1954年4月2日までオーバーホールを行う。ウールリッジ少将の公認、RE カービー少将の機関として6月7日に海軍兵学校生の訓練巡航に出航、リスボンとシェルブールを訪れた。8月3日にノーフォークに機関23日に不活性化処理のため西海岸へ向かった。 ロングビーチとサンフランシスコに停泊した後、9月15日にシアトルに到着、3日後にピュージェット、サウンド海軍交渉に入り1955年2月26日に、退役、ブレマートンの太平洋予備役艦隊入りした。ブレマートンへ到着すると、予備役艦隊の最後の桟橋に係留された。 この桟橋は最も陸地寄りで、1年あたり約18万人の見学者が訪れ、人気のある観光名所となった。人々は幸福文書調印式場としての水売りを見学し、館のそばには民間の土産物店などが立ち並ぶようになった。再び現役任務に戻るまで30年近い、年月が過ぎた。最終駅後の水売り1986年7月。 ミズーリと艦隊給油艦カビッシュウィおよびキティホーク級航空母艦キティホーク海軍長官ジョン・カイリーマンによる600隻艦隊構想達成の努力によりミズーリは1984年に最終駅が決定し1986年5月10日にサンフランシスコで最終駅した。姉妹艦同様に最新鋭の武器類が増設された。 32発の BGM-109、トマホークミサイル、16発のハープウンミサイルが、発射可能な箱型発射と、敵の対艦ミサイルを迎撃する4機のファランクス、CIWS などが増設され、最新の電子機器も搭載された。国防長官キャスパー W ワインバーガーは、最終駅式で、これはアメリカの海軍力再生を祝う1日であると1万人の、聴衆に伝えた。 乗組員には君たちの前任者の足音を聞け。彼らは名誉と義務の重要性を君たちに語る。彼らは自身の伝統を君たちに思い出させる。と語った。4ヶ月後に新たな母校のロングビーチから自由のための強さストレングスフォーフリーダムのメッセージを携え8カ国を訪れる世界巡行に出航した。オーストラリア、ディエゴ・ガルシア島。 エジプト、トルコ、イタリア、スペイン、ポルトガル及びパナマを訪れ、80年前にセオドアル・ーズベルト大統領がグレート・ホワイト・フリートで世界巡航を行わせて、以来初めての世界巡航を行った戦艦となった。1987年には昇降警報の増設が行われ、ペルシャ湾でのクウェート石油タンカー護衛作戦、オペレーション、アーネスト・ウィルに参加した。 7月25日にインド洋とアラビア海での6ヶ月間の任務に出航した。熱く緊張した海上で過ごした100日以上の期間は世界巡航とは対照的なものであった。エコー戦闘グループの中心としてタンカー戦団をホルムズ海峡で護衛し、下記完成システムはイランのシルクワームミサイルへの警戒を継続した。 1988年前半にディエゴ・ガルシア島、オーストラリア、ハワイ経由で帰国した。数ヶ月後にリムパック参加のため再びハワイ水域に向かう。同演習にはオーストラリア、カナダ、日本及びアメリカから5万名以上の兵員と多数の官邸が参加した。ミズーリの1988年の訪問港にはバンクーバー、ビクトリア、サンディエゴ、 シアトル及びブレマートンが含まれていた。1989年は、官暦において、消耗の年であった。年の初めは、定期保守をロングビーチ海軍造船所で行い、独立記念日週末は、花火で飾られた。数ヶ月後に、太平洋演習89に向けて出港し、島妹艦のニュージャージーと共に、空母エンタープライズ及び、ニミッツのために砲撃デモンストレーションを行った。 ヘイセックスのハイライトは不残行訪問であった。1990年には再びアメリカ軍に加えてオーストラリア、カナダ、日本及び韓国によるリムパックに参加した。1991年1月、トマホークを発射するミズーリ1990年8月2日にイラク軍はクウェート侵攻を行った。同月中旬に ジョージ・ HW ・ブッシュ大統領はサウジアラビア及びペルシャ湾に多国籍軍支援のため数十万人及ぶアメリカ軍の第一陣を派遣した。本館の9月に始まる予定であった4ヶ月間の西太平洋巡航が直前に取り消され、中東情勢に対して動員体制で置かれた。出動は11月中旬に命じられ、ロングビーチの6番桟橋から離れてハワイに向かい、 真珠湾で感謝祭を祝った後フィリピンに向かった。スービック海軍基地での停泊5体のパタヤに向かい、その間に砲撃及び、化学兵器防護訓練を行った。1991年1月初めに、ペルシャ湾に到着し、ここで火災を起こした船を救援した。その後バーレーンに向かった。バーレーンでの短期間の停泊後に北方に向かい、作戦活動に従事した。 1>, 1月17日、イラク領内に向けて、トマホークミサイルを発射し、湾岸戦争が開始された。本艦はトマホークを全部で28発を、イラク領内に対し発射している。湾岸戦争での主砲制射1月29日、フリゲートカーツに護衛され、イラク軍と交戦のため、北へ移動した。湾岸戦争における最初の戦闘活動は、 カフジュ北部のイラク軍司令部及び燃料庫に対して1 2 0 0ラムの砲弾を撃ち込むことであった。これは1953年3月以来の手砲発射であった。2月5日には2度目の艦砲射撃を行い、イラク軍砲台を沈黙させた。3日間にわたってイラク軍拠点に砲撃を行い、112発の手砲弾を撃ち込んだ。 姉妹艦のウィスコンシンと砲撃任務を共同で行い、2隻の戦艦は16インチ手法で、イラク軍目標を破壊した。2月23日の夜、地上軍支援のためファイラカ島に手砲弾を発射、クウェート海岸沿いのイラク軍に上陸が間近であると、信じ込ませた。フリゲートマッキナニーに護衛されたウィスコンシンは上陸の兆しに、さらなる信憑性を加えるため砲撃に加わった。 陽動攻撃は成功し、イラク軍は海岸に沿って防衛を強化したので、他国籍軍は海岸の防衛ラインを迂回して進撃を始めた。ファイラカ島砲撃後、ウィスコンシンは着弾確認のため RQ- にパイオニア無人偵察機を発進させた。パイオニアがファイラカ島上空に達すると、パイオニアに向けて白旗を振る数百名のイラク兵を確認した。 ブッシュ大統領が攻撃停止指令を発するまで、ミズーリとウィスコンシンはイラク軍目標に対して450トンもの砲弾を打ち込んだ。湾岸戦争中にイラク軍は2発のシルクワームミサイルを発射した。1発は海に落下したが、もう1発はイギリス海軍42型駆逐艦グロスターのシーダートミサイル2発によって迎撃された。これは、 海上での戦闘において、対空ミサイルによるミサイルの撃墜に成功した最初の例とされる。なお、この際にシルクアームミサイルに対抗するため発射した、チャフを誤認したアメリカ海軍のミサイルフリゲートジャレットのファランクス CIWS が、友軍のミズーリを誤射して水兵が負傷する事故が起きた。イラクは1991年2月28日に、 ソ連提案の停戦協定に同意し、湾岸戦争は終結した。3月中旬にオーストラリアのパース及びタスマニアのホバートを経由して帰国した。現役末期活動としてワシントン州シアトル、ブリティッシュコロンビア州バンクーバー、カリフォルニア州サンフランシスコの訪問を行った。その後間は1991年の感謝祭の翌日最後の任務に出発した。 マイティモーの最後の任務は太平洋を横断し、ハワイで真珠湾攻撃50周年記念式典に参加することであった。1991年のソビエト連邦の崩壊に伴いアメリカが主州国に対する脅威は低下し、国防予算の徹底的な削減が行われることとなった。戦艦を運用する高額なコストは効果のない浪費と考えられた。 本艦は1992年3月31日にロングビーチで退役した。最後の艦長であったアルバート・エルカイツ艦長は艦の最終日報に以下のように記した。記念艦ミズーリ日本幸福記念のプレート1998年5月4日に海軍長官ジョン・エイチ・ドルトンはホノルルに所在する非営利団体の戦艦ミズーリ保存協会に艦を寄贈する契約書に署名した。 艦は、ワシントン州ブレマートンから5月23日に、オレゴン州アストリアの港に牽引され、コロンビア川の河口で船体に付着した富士壺や海藻を除去した。2日間公開された後太平洋を牽引され、新珠湾で、フォード島のドック入りした。その後1999年1月29日に、ミズーリはアリゾナメモリアルの広報で、 博物館として公開された。当初真珠湾でミズーリを公開するという動きには多数の抵抗があった。多くの人々が太平洋戦争終結の象徴であるミズーリを真珠湾攻撃を象徴するアリゾナ記念館と並んで公開することによってアリゾナの存在意義が薄れるのではないかと危惧した。これに対してミズーリはアリゾナ記念館の後方に位置し、 ミズーリの後部甲板で行われる軍事セレモニー参加者がアリゾナ記念館を望むのを妨げるように配置された。ミズーリの艦首をアリゾナ記念館に向ける決定はアリゾナ船内に葬られる戦死者が平和のもとに眠るのを見守ることができるようにという意図からなされた。これらの考えはミズーリー記念館とアリゾナ記念館の個々のアイデンティティを保持することを助け、 同じ湾内に二つの記念物を保持することに対する市民の見方を改善した。ミズーリはアメリカ海軍が完成させた最後の戦艦で日本の幸福調印がなされたことで1971年5月14日に国定歴史記念史跡に指定された。しかしアメリカ国定歴史建造物としての資格は有していない。その理由は1986年の最終駅で 近代化された時にオリジナルの設備の多くが撤去され、新装備を配置するため多くの改造がなされたためである。これは歴史的意義の大きな損失であるが、ミズーリは歴史におけるその位置を新たに確保し、真珠湾での博物館としての公開は将来の世代がミズーリの貢献を忘れないことを確実なものとした。ミズーリは第二次世界大戦の先行で3つの 朝鮮戦争の先行で5つの湾岸戦争の先行で3つの従軍聖章を受章した。2016年現在、見学できるのは露天の最上甲板と環状構造物内の司令塔と士官室、トイレやシャワールーム、後部甲板直下の食堂付近のみである。つまり、船体内部については後部の食堂付近以外には立ち入りできない。 その他の部分も見学できるツアーもあるが、別に申し込みが必要となる。例えば、新武探検ツアーでは、機関室や工作室、射撃指令所、発電所なども見学できるが、48時間前までに予約が必要である。館内は、冷暖房が効いているが、これは陸上より供給される電力で賄われている。看板上の構造物は、 トマホーク発射器を含めて自由に見学できる。砲塔内部の電気機器は通電可能であり、少なくとも方針の上げ下げは可能な状態である。沖縄で特攻機の攻撃を受けた後は、甲板近くの原則の小さな凹みとして残っているに過ぎないが、今日でも確認できる状態である。ありがとうございます。